カウンターは代わりにバーテンが集めばいいのよ。自分の好きなようにうまく見るよ。そのうち使えば相手も投げ意識するしね。カウンターはバーテン専用とかの方がいいよ。バレる使えやー。わら弱ってたの。使えなかっただけじゃないのか。ただ一般の攻撃にわざわざ一般のカウンターやるのはもったいない。そうキャラか。あれを使う。ミラーマッチ次の着替えたの。わら完全のバッタリー。あーマジか。つかめないんだよな。高さ分かってないんだよな。あーもうなんかやばい。もう完全にチームになってる。ちょっと本当分かんなくなってきた。あマジ本当ごめん。マジで分かんなくなってきた。何やってんだろう今。全然分かんない。無理だな。やーば。じゃあもうめっちゃ疲れてる。もう頭の中も全然回んないんだけど本当に。からの空ご追撃ができてたね。神は一回見せたら相手に全然警戒されるもんな。格ゲーとかでよくある日より状態神かし。そういうゲームならよくあるじゃん。バーテンはガードの倒しからの反撃覚醒はエッタラーで置く。リンゴ埋めた。しゃーロペラー。全然さっきのできてないよねこれ。もうさ空中上がった後の A 下ロークマン。バーキャン投げ分かってるけど全然できないの。そこは許してくれ本当に。マメウザマメウザ。待って、じゃあガーキャンの練習もする？ガーキャンの練習しよう。うわもう違うんだよな今の。本当にさ勝ってんじゃん。待っちゃいいじゃん。もう何持ってんの。今食べ隠した。マジでボロボロなんだよマジで。ちょマジもういろいろ言われすぎてもうダメだわ本当。ごめんもう今日ダメだわ本当にマジで。いろいろ言われすぎてもわけわかんない状況になってる。ああわけわかんない。全然こんなん勝てるやん。だってエンジョイとガチって全然違うじゃん。言葉だけじゃん。エンジョイにはエンジョイのやり方があるしさ。エンジョイにだってガチ勢がいるわけで。エンジョイのガチ勢とかいるわけでさ。関係ないよ言葉だけ。ああカウンターの精度も落ちてるわ。冷戦やる？冷戦やる？なんでさ、1回目あんなにすべて。
もうダメだ、全然もういろいろ考えすぎてやばい。待って、本当に今パンクしそうなんだ、頭の中。パンクしてる。マジで、パンクしてる。本当に。頭回ってない。回ってない、単純に。回ってない。全然できなくなってる、マジで、本当に。全然できなくなってる。全然できなくなってる、マジで。全然できなくなってるんだけど。プレゼン関係、じゃあごめんなさい、プレゼンかプレゼンじゃないか僕にとっては全く関係がない。すまない、それは正直、正直プレゼンかガチ戦かは関係ない。じゃあプレゼンやったらじゃあ 何になるのって話なんですよ。経験はだってガチでも詰めるじゃん。アドバイスしやすい、5秒早く倒そうぜ。プレゼンならダーケン練習と快速的にできる。対戦相手からアドバイスをもらえるという違いがある。単純に楽しいやん。そんなことより無理ごめんね。プレゼンだと相手が弱いから勝てたとか言えなくなるよ。プレゼンしようって言ってるやつはやりたいだけ、虫のことごとみたいだけでしょ。そう、俺それだと思う。感想戦できるメリットあるけど収集つかなくなる。それだと思う。すげえ、いらっしゃい。ワンワン、ルーテナー。ワンワンで一回抜けるのかな。ガードできてない。見てるだけで勉強になったら苦労しないよ。それはまずダメだわ。マックばっか、急にマックばっかになってきた。なんかね、3時過ぎたあたりからね、めっちゃマックばっかになってきた。 80% ぐらいマックなんだけど。ちょ、違う、これだな、ほんと。だから崖際がほんと下手。ああ、そう来るんだ。じゃあ無理。バカ。ああ、こうだろう。なんかな、こうして、違う、なんかね、それもう明らかにカウンターが下手になってる。明らかにカウンターが下手になってるんだわ。うーっそ、そこでカウンター入るの。
狙ってるのバレてるんだよって単純に自分が使ってくれなかった。いや、この枠初めから見てくれてる人だったら分かるけど、明らかに俺負けてたんだとか、負けてたんだとか。2連勝。これ2連勝。超下手になってると思うんですけど、やってもね、違う。もうやってて、気持ち悪いもん、自分で。自分でね、カウンター出すの超気持ち悪いの、本当に。本当に。何このカウンター、マジキモいんだけど、バカじゃないのって本気で思うんだよ。やりながら。行こう、2枚抜き。あるっす。枠閉じませーん。近いな。はい、あら。からのちょっとかな。こうしてこうして、そう、あの覚えることが多すぎてイライラしてるんだ。それだけ、単純にそれだけ。こういうことですよ、こういうことですよ。今のカウンターはしっかりできてるんだな。うわぁ、ずれない、うまっ。あ、これですよ。おぉ、マジでか、ファンなかったか今。うまっ。よし、よーし、裏かよー。うーそー、裏で入って、あ、やばい、もう落ちた。うわー、マジだ。できてるなぁ。できてる、全然勝ってできてるなぁ。今のは良かったと思う。今のは良かったと思う。今のは良かったと思う。完全に最後のあのカウンターだけでしょ。惜しいな。内容的には勝ってた。全然勝ってた。パーセント稼ぎに投げ下からの追記。そう、投げ下って、そう、投げ下の文化がないんだよな。俺僕4しほとんどちゃんとやってんの僕4しかないから、投げ下なんだよね。だから1枚抜こう。空中なが全部下へに化けたら具材はいい感じ。ソニー使い方を変えてくる。なんだかんだで上手くなってるな。長くだって大体優秀。うわー、今の読めてたのに。速いキャラきついなマジで。はい、ワロス。何それ、優先とか、何ですか優先とか。よし、つかめないの今の、つかめないの、つかめないの。
あ、それも入るの？バカ、もう全然押されてる。待て、全然やめてのペース入ったのに。一応嘘でしょ。はい、あー惜しい。そう、挟むの。今の全然なんかよくわかんない、よくわかんない。なんだろうな。そのさ、途中もうすぐ空中戦で押されまくってな。まさかだと思うけど、ガーキャン投げてガード解除してエルだと思ってない。解除しないんでしょ、しないんでしょ。でも埋めるけど、ガード中 A でしょ。だからあれじゃん、あの64どころからあったじゃん。それは分かってるんだけどさ、うん、出ないのよ、出ないのよ。本当にそこはね、ちょっと分かって、出ないのよ、出ないのね。よし、ウィフィットレーダー。速くない？あ、うまっ。そうでしょ、今のでしょ。音っぽい、かわいいよね。うまっ。回避がめっちゃうまい、回避がめっちゃうまい。よし、オッケー。うーん、あれなんだよな。うん、はい、ない。うまっ。うわ、届かない。 B なんだよな、ニュートラル B なんだよな。やってた。バカー。回復ができるところ。まあなんかな、甘いな。マジで。この人さ、ガード上手くない？めっちゃガード上手いんだけど。はい。めっちゃガードが上手いんだけど。初見がしゃ、いらっしゃい。回避率がうまい。ガードには B、 そうだ。
違う。ガードがただ出ない。下 B が出ない。下 B じゃない、下 B じゃないんだよ。横マジニュートラル B が出ないんだよな、マジで。はい、うわ掴まれるんですよ。3つ掴むか。えぐない、えぐない、えぐない。その投げ、ちょ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 、あ、よし。じゃあここで下が出ないんだよな。よし。ここ。ああ。トレーナーって性能的に強くないか感じます。お父さん。回避で振り回していくのありなんじゃないのか。良い対戦だった。いいね。やーば。すげえ神経使うマジで。白熱した。なんだかんだ勝ったね。やば。回避がうまい。よっしゃー、行こう。だんだん上が温まってきたわ。マジで。余計なのがいなくなってったら悪いけど。だいぶ温まってきたわ。あ、まず右手が痛いな。日和取れた。だいぶ取れた。日和。日和ってた。日和ってた。対戦今のはね、もうすごい学んだわ、マジで。すごい集中してた。攻撃やっぱもう武器ないがやらない方がいいな、本当な。ルカリオ真ん中か。この人さ。二連勝中だよね、ちなみに。さっき当たった？ああ、間違えた。なんかさ、あれなんだよな、出てないんだよね、出てないんだよね、これが出てない、出てない。はい、なーにそれ。はい、ここやっぱね、違うわ。やっぱカウンターで相手シーン読んでいく方がちょっと俺の身になるかもしれないな、正直。あの、うまくならないかもしれないけど、そっちの方がまだね、勝てる。相手がやりたいことは分かるから、そう、相手が分かることを、いや、考えてること分かれば、全然そんなカウンター使ってても、全然なんか、そうと思うんだよな。そうでしょ？で、からの、ここでしょ？違う。なんかやっぱ飛ばされた時に下へ出したくなっちゃうんだな。それがダメ、悪いっすよ。うわ、それは今。よし。じゃあここな。あれだよね、あのさ、相手が吹っ飛んだ時の練習ってどうやったらいいの？それができてないのがさ、やっぱりダメ。投げ。今のも良くないよな、今の当たんなかったからいいけど。
そう、追撃の仕方が全然練習できてないのが。はい、違う。バカそれだ、してないよ。実戦で練習するしかない。よし、エルウィンド。なんかな、うっそ、マジか。うっそ、そのマジで。いやー、分かってんだよな。ここ、はい、ここ、読めてない。赤満身、満身だな。痛くなかったね。満身。タイミングうまいな、相手も。そのさ、なんかあのね、なんつうの、乗ってる時のフェイントが全然できてないのよ。今必死なんだよね。マコティらっしゃい。マルとルキナの違いはね、初心者向きか上級者向きかみたいな、そういうことらしい。だから余裕がないんだよ、マジで。本当に。もう一戦一戦。もうそれが多分ね、なんか出ちゃってるよね、動きに、キャラクターの動きに。そこなぁ。それがだいぶね、良くなってきたらね、まだもうちょっとできるようになるんだけど、ゆかりは。そう、これだな。待ってくれ。あー、やば。やば。もっともっと。お？はぁ？やばい、全然できない。全然やばい。なんでこれ。なんか、このルカリオってこんな強キャラだったっけ？そうさ、横移動のあれ何？さらにその1時間前の方がうまかったんじゃない？はい。新速？早っ。なんかこのさ、なんか少女が明らかに俺とかになってると思う。少女が。明らかに。はい、隙ありすぎー。マジで、読まれてる。全然読まれてる。やばくない？全然。全然。全然だわ。やばい。ちょ、マジで本当検証になるかもしれないんで。痛い。上投げもやってみようぜ。だなぁ、B が出てこないんだよなぁ、うまく。うわぁ、なんか微妙に重いよ。
かそれ。ベルウィンド。そう、ここの。いやはや。いやなんか長ジャンが出ない。長ジャンが出ない。よし、ギガファイヤー。スマッシュ入るってことはそんなもんかな。エルウィンド30回スナイプしたけど、それだけいっぱいねやってる人いるってことだよ。違うんだな、飛ばなきゃいけないんだな今ね。これが繋がれば相当ダメージソースになる。ルキナってもしかしてそんなさ、ルキナってそんなにあれ、パワーない、パワーない。うん、ルキナパワーない。和骨。